里帰り。はい、確実にこのテンションでやるゲームではない。どうも、今回はですね、里帰りというホラーゲームをやっていきます。こちらどういうゲームかと言いますと、里に帰るゲームです。あのさ、里帰りと帰省でもどっちも同じような意味なんじゃねえかなって思ってさっき調べたのよ。そしたらなんか里帰りって基本的に結婚した女性、既婚女性に使われる言葉っぽいよね。じゃあ行きましょう。里に帰らせていただきます。始める。実家に帰らせていただきますって聞くけど、里に帰らせていただきますってあんま聞かんよな。これは以前私が体験した話です。当時働いていた会社での仕事がうまくいかず、心を病んだ私は退職し実家に帰ってきておりました。あるっちゃありそうな話だけどな。その日父母は仕事で出ていたので、実家家には私一人きりで引っ越しの整理をしていました。どうやら途中で寝てしまったようです。どうしたな、待って。気づけばもう夕方。片付けの続きを進める気力も湧かず、無性に小さい頃よく遊んだ公園に行ってみたくなったのです。公園に行く、まあ公園に行ったら何か起きるからね。まさかあんな恐ろしい体験をするなんて、この時はまだ想像すらしておりませんでした。おいおい、面白い入りにしてくるじゃねえか。何、本コアみてえな話の始まり方してくんじゃん。行きましょう。来た。寝てたところから始まる、公園に行くところから始まるってことなのかな。暗く、まあそっか、寝てたからもうあっという間に外が暗くなってるってことか。あー、なんかいいね。田舎実家感出てるわ。すごくいいな。背高くない？背高め女性なのかな。スタイルスーパーモデルになるんじゃないか。あ、寝ちゃってたのか。どれくらい寝ちゃったんだろう。もう夜かな。日暮らしのなんかいいな。扇風機が、おっそ扇風機、弱より弱じゃない、この扇風機の強さ。うわ、うちもこのタイプの扇風機だった。なんかガチ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 って言ってさ、強弱決めるやつとガリ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 って言ってさ、タイマーとかのやつ、これだった。これどこにテンション上がってんだ俺。で、この段ボールを整理するってことなのか。ちょっと待ってね、操作方法と、WSD か、あ、なんか特に操作そんなないんだな。一本道っぽいんだよね。で、俺何するんだっけ。あ、そうだ、公園に行くんだ。うわー、この電気は、この電気もうち一緒だな。で、紐ね、このパンチして紐ブランって奥にやって戻ってくる紐をシュッてかわすみたいな、やってたやってた。これうちか、これうちなんじゃないか、もしかして。ちょっとうちに明らか、作者もしかしてうちの中撮ったか。似てるぞ。で、どえなかな感じも似てるぞ。ここもう出てっていいのか。何か忘れてる気がする。何か忘れてる。何も忘れてないと思うけど、調べれたりすんのかな、何か物を。扇風機、しゃがむこともできないでしょ。で、外、別に窓も開けれない。お、なんだなんだ、これ GPS みたいなのポツンって置いてあるけど、うち GPS つけられてんだけど、誰かに。まだ夕方か。引っ越しの整理をする気も起きないし、どうしよう、お前公園に行くんだろ。これで、あ、わかったぞ。今のが出るってことは、なんかフラグ回収とかをしてくって感じなのかな。そうすると外出れるみたいな。出れるようになったね。暗いね。だいたい横にさ、ここら辺に廊下の電源パチってさ、つけない？もはや手の感覚だけでつけれるみたいなさ、実家の電気は。いちいち探さなくてもつけれるみたいな電気ない？お母さんの部屋だ。ここに用事はないかな。ここに用事はない。こっちは？調べれる。お父さんの部屋だ。ここに用事はないかな。じゃあなんか用事だったり調べれるものは、あの GPS マークが出るってこと。暗いな、廊下が。この後は？なんか階段の下、何？闇に繋がってない？そうなんだよね。実家の階段ってちょっと急なんだよね。ちょっと階段って急なんだよね。階段降りてる途中に思い出すな。思い出した。仏壇にご飯をお供えしといてって言われてるんだった。なるほど。仏間に行かなきゃ。了解。もうこれそのまま下行ってみるか。とりあえず家の構造、暗くない？明るくなった。はいはい。ギーって言ってんのね。オッケー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 。なんとなく分かったよ、もう。いいなー。なんか都会の良さもあるけどさ、田舎の良さの方がさ、はるかに、将来的には田舎でのんびり暮らしたいっていうのは俺も絶対あるわ。それももう熱望する、もう絶対そうする、決めてる。同じタイプの扇風機まとめて買ったんだろうな、2、3台ぐらい。で、紐忘れて画面。で、あるじゃん。お、なんかぺったんこだね。ハリボテみたいな仏壇だね。
確かこれにご飯を寄せばいいんだよね。炊飯器どこだっけ。炊飯器どこだっけはおかしくないか。お前実家に帰ってきてんだったら炊飯器の場所ぐらいわかるだろ。これ開けれる。ここは、でもどこもかしこも開けれんだな。うわ外、うわこれいい。うわなんかうちに似てないか。ずっとうちに勝手に閉じんだ、勝手に閉じんだ、勝手に閉じんだよお前。なぜそこだけ最新ハイテク機能なんだよ。なんで自動扉なんだよそれ。ここ開けれる。ここは開けれるわけではないんだ。うわ外この洗濯を干したりね、外でね、うわここでちょっとさ夜、うわ夜中とかここバッて開けてさ座りながら花火見るみたいな、うわ最高じゃん。いいな、ホラーゲームだと思えなく楽しんでる。ここは開けれないか。あ、調べれる。流す？ちょっと待って。ちょっと待って。何流すって。何ちょっと待って。ここは開けれてトイレか。トイレがあって流したら大体なんか起きんだよな。トイレって大体なんか起きるよな。水回りっていうのは大体なんか起きるから流そう。来る。来るよ。何の時間？何の時間今の。流すいる今の。流すいらなくない。ちょっと柄のついたトイレットペーパー、ちょっと柄のついてるトイレットペーパー、今の流す絶対いらないだろ。で俺何しに来たんだっけ。あーご飯いらない。トイレ行ってる暇ねえだろ。これ全部開けれんのかな、ここら辺の部屋って。一応さなんとなくさどこが何の場所なのかさ確認しておきたいよね。うわ本当に扇風機全部一緒。ここって何の部屋なんだろう。ご飯食べるところとかなのかな。そういう感じになるかな。いいな、畳ってよくない。俺畳結構好き。なんか赤く光ってるよ。あーなんか消防とかそういう駐車、あ警察的な感じなのかな、この田舎の警察署みたいな感じ、交番みたいな。洗面所だ。ここに用事はないかな。はいはい。でここ開けて回覧板出ました。皆さんおなじみアイテム、回覧板。回覧板ね、隣にピンポンって言ってね、大体隣のエリアだよね。隣でピンポンって言ってさ、出なかったらその玄関のなんか取っ手のところにかけとくみたいな、田舎だからできるこその技みたいなね。都会だったらもうさ誰が持ってくか分かんねえもんな。すごい止まらねえ、なんか親近感湧いてトークが止まらねえんだけど。鍵あるよ。この鍵は使わないのかい。絶対後々使うだろこんな鍵。ここは何、開けてキッチン来ました。炊飯器、ご飯を装う。はい、こんな感じかな。開けてから閉じるまでが早い。パンパンに入ってたね。こんな感じでいいのかい。なんかご飯、なんかコンクリートみたいなご飯だな。しゃもじで固めすぎじゃないか。あんまそれやんない方がいいんじゃないのか。しゃもじで思いっきり押し付けるように固めんのって。ということはこれもうとんでもない固め方してるからさ、見た目ちっちゃいけど内容量1キロくらいあるんじゃない。食っても食っても減らないなって。あとは洗い物とか、ここら辺って調べれんのかな。うわーちょっと奇妙な穴があるね。こっから覗いてくるとかありそうだよね。手じゃーって洗えてて、うんって見たら、あ幽霊さんこんばんはみたいな、もう田舎だから慣れてますみたいな感じの、その展開ありそうだな。冷蔵庫は意外と最新型なのか。観音開きじゃない、片方開きの方か。あれどっちも、あれどっちもいいんだよね。どっちでも結局冷蔵庫とかさ最初買うときめっちゃ悩むけど、買ったらもうどうでもよくなるよな。すごいね、特に今何も起きてないのにこんなに話せるんだね人間って。外に出たいよ俺ねえ、家の中に閉じこもってないで。これ渡そっか。なんか今音聞こえなかった。すいませんお待たせしました、ごめんなさい遅れまして。おさらいします。これでいいかな。二つよそってたんだ、知らなかったよ俺。二つよそってたんだ。いつも見守ってくれてありがとうございます。ああそうだね、えらい、ちゃんと感謝の気持ちを伝えてね。今日は遅れてごめんねと。いいな、いつも見守ってくれてありがとう。俺も皆さんに感謝ですね。いつも動画見てくれてありがとうございます。まだ夕方だしどうしよう。なんかさ俺いつも疑問に思うんだけど、俺がちょっと視聴者に感謝するだけでさあこいつ好感度上げに来てるみたいに思われるの、あれ不快だわ。あれキモいよな、なんで俺好感度上げにみたいな、あれうぜよなお前ら。ありがとうございますって言ったのに不快だわ、キモいわ、うぜよなお前らって。まだ言う話どうしよう。はちゃめちゃにお前らに文句言ってる。あそう公園行くって言ってたよな。公園、昔よく遊んだ公園に行ってみたいな。っていうことはこれで公園に行っていいってこと。行こうぜ公園に。ああこれ走れんだ、走れんだこれ、走れる走れる走れる、廊下走れんじゃん。でこれ鍵必要なんじゃない。
だって家の戸締まり絶対さ。わかった、田舎特有の別に鍵閉めなくても大丈夫状態だ。でも俺は絶対鍵閉めてたけどね、上と下絶対。開いた、外出れた、外だ、外に出れた、しかも夕焼け、なんかいいね。ちょっと黄昏ちまうよこんなの。こっちでいいのかな、あっち、いやでもあっち、ちょっとどっちにしろなんかぐるっと回れんのかこれ。回れそう、でも今は公園に行こう。ここは何、ビニールハウスみたいな、ビニール、ここはちっとも変わってないな。あ、そうなんだ。でもタイヤあるってことは駐車場的な感じなのかな、ビニールハウス兼。どこ見ても山だらけ。どこに山、どこ見ても山だ、いやどこに山だろう、山、山どこ、どこ見ても木だらけならわかるんだけど。これ外出ていいのかい、ふわ踏み出してしまった外に。え、ちょっと待って、誰もいないんだけど、この里、この里大丈夫、この里生きてる、この里イタチにやられてないか、この里、うちはイタチにやられてない、この里、いよいよこの葉の里なのかな。こっちは何なんだろう、うわ暗すぎて、この先に用事はないかな、ごめんなさいね。じゃあこっちに行けばいいってことか、公園を探さなきゃいけないんだもんね。なんかお前歩いてる時と走ってる時のスピード変わんないな、お前の、なんかなんでお前ちょこちょこ走るの、歩幅短めで走るな。注意、幽霊とかも何にも出てこない、お化けも。このさ、あーすいません、こっちか、この赤いところは、ちょっと人が一人、人っ子一人いないっていうのがちょっと奇妙すぎるって。ってなると主人公ちょっと頭おかしい説出てるから。駐車禁止、そんなところ駐車しないだろ。走っていこう、とりあえず行けるところに。お前なんかちょこちょこ走ってない、ずっと歩幅40センチぐらいの走りしてない、ずっとちょみたいな。何よ、忍者走りなの、バレないように。ここもだ、これ誰か入れんのか、あ、でも入れない、すいません、誰かいないっすかね。こんなに一人じゃちょっと奇妙っちゃ奇妙なんですけど。ってことは今歌歌いながら歩いてもバレないってことなのかな。ここ何、あ、ここ公園か、こっち何、もう公園に行けって言われてんのに回り道したくなっちゃう。もう帰り道だな、帰り道回り道したくなっちゃうみたいな。ここは絶対家の鍵使うじゃん、なぜかわかんないけど。里の中でもうちなんかなかなか偉い方で、ここの大事な鍵所有してるみたいな。絶対家の玄関にあった鍵使うじゃん、南京城だけど家の鍵があっちゃうみたいなさ、古い形じゃないんだっていう。まあ、とりあえず公園行こっか。公園に来ました。ブランコ、そして滑り台、懐かしい。よくここで遊んだな、よくここで遊んだんだ。で鉄棒にシーソー、激低激低、あのシーソー多分世界一おもんないシーソーだろうね。うわー、なんね、これ子供、あ、なんか光ってるぞ、子供用とね、ちょっと小学校 1,2 年生向け鉄棒とさ、高学年向け鉄棒みたいな感じで分かれてるよね。結局逆上がりできないまま大人になっちゃった。何その言い回し、お前歌詞みたいな言い方すんな、ちょっと歌詞でありそうじゃない、結局逆上がりできないまま大人になっちゃったみたいな。即興で作ろうと思ったけど、ただ読んでるだけだった結局。あー、そしてシーソーか、低いって、面白くないって、これどっちも足がついちゃうシーソーになるって。調べる、お尻痛くなりながら遊んでたよ。お尻痛くなるのは片方がなかなか高めに行くシーソーだって、これお尻痛くなんないシーソーだよ。どっちも子供両方足つく、なんだったら両足グッてちょっと上げなきゃいけないシーソーじゃん、楽しむには。何このつまんなそうなシーソー、もうちょっと高くていいと思うんだけどな、片方が。そして森、なんか結構木が多いね、こっちの森。あ、金網でちゃんと行き先は封じられてる感じなのね、いいね。でもこの雰囲気を表現するっていうのがすごいよな、もう田舎を表現してるのがもうぴったりだよな。で、あれなんかさ、滑り台なかったっけ、真っ暗滑り台だな、これは早めに家帰りたいって思うかもね。滑り台は滑れんのか、滑りそう、出た、この滑り台
ちょっと高すぎて怖いんだよね。子供の頃は怖かったってことなのかな。しかもあんまり滑らないし、滑り台ってそんな滑り台何なんだろうね。あのさ、めちゃめちゃ滑る滑り台と全然滑らない滑り台の、でも下がな、ちょっとローラーになってる滑り台とかもあったよね。ガラ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 みたいな。うわやばい、俺公園トーク一生できるかもしんない。あと砂場がねえな。砂場がねえの珍しくないか。大体砂場ってさ、区分けされてあるはずなんだけど。でもここサッカーとかも野球とかもキャッチボールとかもできそうだよね。でブランコは、ブランコ乗れないのかな。ブランコ乗りてえな。あー来た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 。あーブランコだけは遊ぶんだ。ブランコは乾燥とかもなんか遊ぶんだ。遊ぼうぜ。うわブランコ、またあの頃に戻りたいな。生きることがこんなにも辛いなんて。仕事も辞めちゃったし、これからどうしよう。お前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 な、急に激重女、すっごい重くなったな。今までなんかこのシーソー懐かしいな、鉄棒逆上がりできないや、この滑り台怖かったな。はあどうしよう。重いな、突然の激重女、我に返るな。もう全部重い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 。夕方に重くなんな。深夜早めに寝ろよ。スマホ開くなよ深夜。2時にいろいろ考えんなよお前絶対。もう全部終わらせてしまいたい。はあ、何にも鳴ってなかったけど。耳いいな。俺結構ゲームを大きめにやってるけど何も聞こえなかったぞ。何の音？すって見て。お前やっぱこれコロハの里だろ。お前忍びだろ。扉。はい。目もいいね。見えなくないか、こっから扉開いてるかどうか。さっきの南京錠もう勝手に開いてるってこと？小学生の時、あの近くで遊んで、よく怒られたな。ここは近づいたらダメ。連れて行かれちゃうからって。あ、入っちゃダメだけど入りたくなってしまう。カリギュラ効果ってやつじゃないか。あの先、どうなってるんだろう。大人になった私はもう見に行っていいよねみたいな。どうした？あーびっくりした。ブランコから降りたのか。ブランコなんかさ、もっとさ立ちこぎしてようぜよ、ね、立ちこぎ。後ろから前に行くときに一回しゃがみ入れる、あの急に高速にするさ、座った状態より早めにさスピード勢いつけれるじゃん。なぜか後ろから前に行くときのグーンってやつ、あれやろうよ。ブランコって考えたやつ天才じゃない？めちゃめちゃ面白くない？ブランコって。ブランコからの靴飛ばしみたいなね。俺が一番だって言って自分の靴取りに行くまではケンケンで取りに行くみたいな。戻りてー。俺あんま過去に戻りたいって思わないんだけど、友達とブランコ遊びとか公園で遊んでた時には一回戻りてー、その感覚ね。これ本当にホラーゲーム？子供の頃に戻らせたいっていうホラーゲームなのかな、感覚的には。走るか。ほんとだ、開いてる。もう開いてるっていうレベルじゃなく開いてるよ。扉なかったんじゃないかなぐらい開いてるけど。ねえ、南京錠が開いてるじゃなくてもう扉なくなってるけど。え？これ確かに立ち入り禁止感プンプン出てんな。ふっ。急に後ろ向くと怖いでしょ。進んでいこう。でもジャングルみたいなところに行ってんだけど。なんか聞こえるな。皆さん音上げますよ、ゲーム音の。ほら。あ、ごめん、聞こえなくなったわ。なんか聞こえてたんだよ、今。みたいなのが。こっちに来ちゃダメだよ、みたいな感じの。普通幽霊招くタイプなのに結構礼儀知ってる幽霊。こっち来ちゃダメで危ないよ、みたいな。絶対今声聞こえたよな。進んでこう。走りゃいいのに雰囲気を大事にするために歩く。走るよ。それちょこちょこ走るんだ。大股で走れお前。あ、なんか見えてきた。おおおおおお。うわ、入っちゃいけなさそうなところ来たね。何ここ。あー、ずっと子供の頃遊んでたけどここには侵入禁止だったから今初めて見たんだ。鳥居か。神社かな。神社に来たってこと。奥にも一応行ってみようかな。こっちは特に行けないか。わあ、でもこことかね、子供の頃はもう容赦なくさ、ズカズカ入っていけるじゃん。俺小学生とかだったらここズカズカ入っていけんのよ。でも大人になったらさ、なんか虫がーとかさ、なんかついたらーとかいう、そういう気持ちを持ってね、結局好奇心とかより自分を守りたいとか、自分がなんか嫌な思いしたくない、不快な思いしたくないっていうことで、そういうところに行かなくなったよね。
鳥、右半分欠けてる。欠け鳥になってんじゃん。昔はな、こんなところ、あったんだ。あったんだろうね。ここは。なんか今マウス震えなかった？マウスが震えるゲームってあんのか？何にもない。真っ暗。奥は何になってんの？湖みたいになってるってこと？奥は湖とかがあるってこと？うわ、すごっ。これ何なんだろう、これ。畑では絶対ないだろうから、海的な、湖的な感じなのかな？ちょっととりあえず調べるか。来た。うわ、中ぐちゃぐちゃだ。見えないのよ。暗くて。あんまこういうところいじんない方がいいんじゃない？あんまこういうの、なんかあんまいじんない方がいいと思うけど。きっと、長い間、誰も来てないんだ。まあ、来てないんだろうね。特になんか置いてあるな。あ、花瓶とかはね、ちょっと立ててさ、戻してあげたいよね。てか、なんだったら持って帰って洗ってきれいにして、ちゃんと、ここら辺きれいにしてあげたいよね。なに？こんなのあった？なにこれ？光ってる皿みたいなのがあるんだけど。なにこれ？結婚式でもらう皿みたいな。なにこれ？鏡？鏡これ？なんでこんなところに鏡が？なんかこれもさ、元ある場所に戻すみたいな感じなのかな。あんま触んな。鏡とかあんま触んたり覗き込まない方がいいと思うよ。なんか危ないもの映るかもしんねえじゃん。なんだ？動けなくなってるけど。ん？怪物みたい。急な怪物。急な怪物出てきた。え？幽霊とかでもなく。何あれ？こっち見た。うわ、スローて、倒した。倒れたね。なんか手が出てきた。驚いたってこと？てか、なんかゆっくりしたスローな手が出てきて、怪物いなくなった。そして、所定の位置、鏡の光消えた。今、何か言ったよ。お前、冷静すぎんか！いろいろ起きた後の一言、それじゃないだろ。やばい！ここ危ないとかさ、ああ助けてみたいな。今はなんかいたよね、じゃないのよ。そのゴリゴリメンタル持ち主主人公やめてくんない？驚けお前。なんかいたよね。気持ち悪い。帰ろ。気持ち悪い帰ろ。ね、飲みすぎたの？飲みすぎたやつの感想なのよ。わ、気持ち悪い。ああ、もう今日も帰ろうみたいなさ、お前飲みすぎたんか。明らかに怪物がいてさ、ゆっくりと手が迫って生きてたじゃん。それに関して何かいたっていう表現すんな。帰ろっか。帰り道、あれここ真っ暗じゃない？ここ調べれる？なんかもう真っ暗でもっと見えなくなってない？何も見えなくなってる。帰り道は遠回りしたくなるよって言って歌いながら帰る。お前そのまま出るぞ。何かいるのか？なんか出てきそうじゃない？あの怪物に襲われんのかな。なんか遠く感じる。こっからあの元々あった南京城の場所までなんか遠く感じない？こういうところってお前気持ち悪い帰ろうって言った割に走らないんだな。走るか。し、あ、なんか今聞こえた。なんか今シャシャって聞こえた。ちょ、一回トークストップしていい？トークストップするよ。走るから。なんか聞こえるからみんな聞いてて。なんか聞こえた？何も聞こえなくなかった今。なんか今カットしてーなー。今のと、ちょっと戻るか。ちょっと戻って何も聞こえなかった。なんか聞こえるから待っててっつって。この辺からだ。みんな何もか、いや何も聞こえないわ。何も聞こえないねー。さっきのやっぱ幻聴、ホラー現象が起こった後ってさ、些細な音もなんか聞こえたって思うのかもね。戻った割に思んないトーク。戻った割に、そんな跳ねないトークしてる俺。じゃあこれはとりあえず家に帰っていいのかな。ね、誰もいないんだけど、この里。忍びじゃん。すいません。
誰も反応してくれない。こっちはこっちも車庫みたいな感じか。真っ暗なんだよな基本。まあ寄り道せずに帰るか。このさ、おまわりさん的なのもいないじゃん。なんか駐在さんみたいな人も特に何もなく走って帰るしかないってこと。これうちだよね。なんもない。あの怪物は何だったんだろうで、もう一日終わっちゃいそうなぐらいなんもない。走って帰っていい？遅いな、まあ、走んの。運動してなさすぎないか。このまま走って帰ろう。特に何もないんだ、どうせ。家に帰っても、なんか今赤い光ってた気がすんな。なんか、ポストみたいなのがあった気がするんだけど。この先に用事ないって、ポストみたいなのあったじゃん。走って帰ろう。なんかちょっとムカつく小走りしてんだ。じゃあただいま。今日は何もなかったんだね。てか父さんも母さんも帰ってこないな。もう家にいんのかな。家に誰かいんのかな。帰れる。あ、帰れた。ただいま。そうだ、回覧板ね。回覧板を回さなきゃいけないんだった。回覧板どこだっけ。さっき見た、さっき見た回覧板は。回覧板でもどこに回しに行きゃいいんだよ。回覧板書いてる。目的地、はい。回覧板取ってちゃんとチェックつけた？回覧板ってその人のそのさ、ちゃんとさ、まあ、見ましたよっていう。うちはね、うちの回覧板はチェックつけるタイプだったから、ね、見てその隣の家に渡すみたいな感じだったのよ。この鍵使わないの？あ、でもこれ順番子的に言ってんだったら使うんだな、後々。なんか電気ビリビリしてない？開けれる？行くか。さて、回覧板どこに行けばいいんだ？もう暗い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 ！そんな時間経ってた？今ので。何？冬なの？最近暗くなるの早くない？なんか最近さ、午後3時から午後4時になった途端さ、暗くない？最近ずっと思う。うわ、もう真っ暗じゃん。真っ暗だね。暗すぎて怖いね。これはどこに持っていけばいいんだろう。回覧板どこに持っていけばいいんだろうって積んでるけどね。これって公園の向かいにある家かな。公園の向かいにある、どう見て、さっきすいませんって言ったところ、ポストに入れておけばいいよね。なんか暗い時間に、え、こっち行ける？さっき行けないって言ってたけどさ、あ、こっち行けない。なんか、あ、こっち行ける。なんかありそうじゃない？こっち、いないんかい結局。じゃああっちに行くか。回覧板ってこんな遅い時間に渡されてもって思うけどね。大体なんか朝何かするついでみたいな、ゴミスティックついでに隣に回覧板ピンポンみたいな、おはようございますみたいな、はい回覧板ですみたいな感じでさ、もしくはかけといてくださいって言われたら、あ、わかりましたってかけとくみたいなさ、そんな感じな感じするけどね。え、今って回覧板あるよね。みんな回覧板やったことないっていう人いんのかな。ちなみに俺はもう届ける係だったから回覧板の中身とかあんま見たことないんだけど、何にも起きないな。こっちとかさ、そろそろなんか起きてもよくない？いや、お前さ、マニュアル人間なの？ねえ、他のところ回っていこうみたいな思わないの？何にも面白くないこいつの人生ってなってない？でも全部終わらせちゃいたいとかいう、そこの決断だけ大胆なんだよな、いつも。くれー、誰もいねー。聞こえた今、確実に聞こえた今、部品みたいな、あ、なんかいる、なんかいる、なんかいない、なんか今いなかった。なんか音鳴ってる。ビチャビチャ音鳴ってる。ごめんなさい皆さん、画面が暗すぎて何が起きてるか全く分かりません。やっぱり、あ、なんかこっちに行くこと、音鳴ってる。こっち行けってことだ。やっぱりこっちに行ったらなんかあるんじゃない。連れてかれてるもん今。あ、行けるようになってる。ここはないんかい。何だったんだよ。じゃあ行くか。結局今なんか、でも今ね、なんかでブヒブヒみたいなこと声鳴ってたんだよな。明らかになんかさ、青い光みたいなの出てなかった、うっすら。ごめんね、編集で一応画面は明るくするつもりなんだけど、それでも見えなかったら申し訳ナッシングだな。とりあえず回覧板はどこに渡せばいいんだ。こっちなんだろうけど、ここなのかな。公園も行ってみたくなんな。あ、ここっぽいな。あ、ここだ。はい、届けます。なんか雑な入れ方。まあそれしか入れようがないけど雑。これでよし、さ、帰ろう。
絶対何か起きる。絶対何か起きる。帰ろと言いつつ、この、お前公園に行けんのかもしかして。うわ、お前激強メンタルじゃん。こんな真っ暗な公園に行くの。怖っ、この女。もう何でもありみたいになってる。失うものないしみたいな。ああ、でもここら辺もう調べれなくなってんだね。もう真っ暗で何も見えんから帰るか。多分これは寄り道したところで何も起きないって感じなんだろうね。いずれどっかに行くみたいな。あっちはもう真っ暗すぎていけないもんな。帰るか。家に帰ったら帰ってた何か現象が起きるってことなのかな。ちょっとなんかあそこ光ってる感じしない？こっちは？こっちは特に何もなし？この先何なの？ここは何に繋がってる？画面が暗すぎてこの先何が起きてるのか全くわかんない。とりあえず。なんか音鳴ったよ！なんか今ガタンって音鳴ったよ！カタンやってんのか？なんか今音が鳴った気がすんな。でも暗い時ってさ、大声歩きながら歩いてれば一番自分が怖い存在になれるからさ、なんかいる。なんかいるぞ。なんだこれ。あ？子供？どうした？でも初めての人間発見！村のものかお前？里のものか？話しかけれない。あ、話しかけれる。話しかけよう。はい。ねえ、大丈夫？どうしたの？飛行機が木にかかっちゃった。飛行機木にかかっちゃった。そっか。それで泣いてるんだ。冷静だな。確か、家の物置に長い棒があったはず。お、家の物置に長い棒。わかった。お姉ちゃんが取ってあげる。ちょっと待っててね。優しい。でも、長い棒を持って戻ってきた頃にはこの子供はいないんだろうな。おいおい、少年。今泣いてるんだろ。泣いて力が抜けてるからってお前そこでブリブリブリってうんこすんなよ、絶対。それうんこ出やすそうな体勢だからってうんこすんなよ。木どこ、飛行機はどこにあんの？木に引っかかったって言ってるけど。何も見えない。待ってろよ、少年。なんだったら一緒に行くか、手つないで。行こう。真っ暗だ。もうさ、俺が見てないだけでさ、もう何か映ってんのかな、すでに。結構俺こういうの鈍感なんだよね。なんか映っててもわかんないよな。あっちとか行きたくても行けないしな。で、家の物置は大体外だから、この駐車場的なビニールハウスの中にあるってことなのかい？ここ暗くて見えないね。こっから絶対アイテム選べないぞ、俺。こっちじゃないね。これかな？これ物置っぽいな。こんな感じの物置。あるある、うちにもあるわ。あ、これだ。はい。あー、なるほど！やっぱり使うんだね。あれが物置の鍵だったんだね。雰囲気のホラー感はすごく出てる。でも、ドンっていうさ、お化けとかさ、化け物が出てこないから、ホラーが苦手な人はこういうのがちょうどいいのかな。こんぐらいがちょうどいいのかな。俺はもうちょっと来ていいなって思ってんだけど。調べて、はい、鍵取って、外出ます。自動ドアなの全部。田舎に見えて、気持ちは都会みたいな。電気切れそうだよ。ここの電気も買わなきゃいけねえな。んで、お前、鍵独特な持ち方して歩くね。普通目的地に着いてからその持ち方しない？もうすでに鍵刺して回そうとする持ち方してんな。こっちだよな。何にも起きない時ってさ、トークずっとするしかないか、カットするしかないんだけどさ、こういう田舎芸とかさ、なんかもう喋りたくてしょうがなくなっちゃうわ。俺ずっと基本喋ってたんだな。開けよう。俺が探すんじゃなくてもう見つかったんだ。これくらいの長さがあれば十分かな。十分かい。なんか木の板みたいなの持ってるけど。で、これで俺の予想ね、子供がいなくなってるパターンだと思う。あの子供は多分ね、幽霊ですね。はい、わかりますよ。あの子供は 100% 幽霊です。 100% 勇気からの 100% 幽霊です。もう大体こういうのって読める。この木の棒、しっかりした木の棒で、でもこの注意のこのさ、ミラーいるかな。ここの車通り、そんなここさ、両方普通に目でチェック目視できると思うんだけどな。そんなに車通らんでしょ。しかも
ね、これで持ってったら子供がいなくて、あれあの子どこに行ったんだろうからの怪奇現象、絶対その流れ、何にもなし、いるな、お前ちゃんといるな、偉いな、ちゃんと待ってて、うんちもしてないし、あれか、さっき見たときなかったとでも、取ってあげるぞ。あ、どうすんだ、なんかできんのかな、調べれんのか、あ、調べる、飛行機、はい、取ろう、よし取れた、で返してほしいでしょ、でもこれ私が取ったから私のもんだから、一回投げてみたいな、低め、子供がギリギリ手を伸ばせば取れそうなところに引っ掛けてやろうかな、飛行機を返してあげる、いや、あげない、ずっと落ち込んでるこの子供お姉ちゃんありがとうってちゃんと俺が返すよって言うまでは浮かれてない、この子供やるな、まだ全然浮かれてない、はい、これどうぞ、飛行機取れたよ、何で移動したんだ、ありがとうお姉ちゃん、いいんだよ、ちゃんとお礼言えるんだね、ごめんね、勝手に幽霊だって言っちゃってごめんね、ねえ、なんか嫌な予感するね、異常なほどの点々の量の後のねえはね、だいたい嫌なことを言うのよ、だいたい何を言うんだろう、私が見えるのとか言うのかな、少年、少年もういい、そのねえはもう、そのうん、もうねえは言わなくていい、その先は、後ろのそれ何？あ、言ったね、はっきり言った、後ろのそれって何？逆に俺はずっと後ろになんかついてたってこと？ゆっくり見るね、あ、怖くなっちゃった、スッてなんか映ってる、なんだ？遠すぎない？ちょっと早っ、早いな、早いな、もうちょっとゆっくりでいい気がするんだけどな、早かったね今、あれ誰もいない、ん、お、冷静なんだよな、冷静なのよ、俺はゲーム画面で早いなっていう風にさ、まあ客観視して見れるけどさ、主人公ちゃん君は奥からバッて襲われたわけでしょ、キャーみたいな、何みたいなさ、あれ誰もいないじゃなくて、もう帰ろう、何だったんだろうね、少年、え、なんか襲ってきたお化け、すって少年連れ去ったってこと、あ、そういうこと、少年を連れ去ったってことなの、少年ごめん、飛行機、飛行機とかそれどころじゃなくなっちゃったね、この先に、お前冷静なのやめろ、お前ずっと冷静なの、あっちも何もないし帰るか、でもちょっと今のは怖い感じ出てたね、なんか主人公ちゃんがさ、こうグッて見てグッて見るこの感じで後ろにいるみたいな、一番なんか予想できてても怖いみたいな感じあるよね、映画とかでもさ、わー絶対後ろ向くなよって思って後ろ見ていなかった、あー安心で前向いた瞬間いるみたいな、あれも予想できててもちょっと怖いみたいなところあるもんね、そういうのわかるわ、どうしようもないもんね、もう用事ない、もう俺行かせてくれよなあ、ちょっとぐらい寄り道させてくれよ帰り道、じゃあ里に帰らせていただきます、あっち見たかったな、せっかくならじゃあ帰るよ、で家帰って、家帰って何すんの俺はこの後、少年見なかったことにしよっかな、でもこの里絶対広まるじゃん噂、うちの子がいなくなりましたみたいなさ、絶対どうしよう、私のせいでって絶対なっちゃうじゃん、どちらいいこの後、家に帰ってきたいいものの、炊飯器開けて直で食っちゃう、なんだ、なんか鳴ってる、あ、なんか電話、電話開く、これ開いた、電話鳴ってる、うわー、うちさすがにこの感じじゃなかったな、電話、いや違う、昔一番最初このタイプだった気もする、でも録音機能も出た気がするんだよな、でもね結局最新型になってさ、ファックスとかついても早く取れよって思うよね、誰からの電話なんだ、はい、もしもし、わかった、少年連れ去った化け物だ、あいつスマホ持ちだ多分、少年連れ去った化け物、あ、もしもし、ってさっき少年連れ去ったんだけど返してほしかったらみたいな、
なんか位置共有、位置情報共有アプリ入れてくんないみたいなさ、ゼンリー入れれば俺の場所わかるよみたいな。結構若者って。お母さんだ。ねえあんた、ちょっと大丈夫なの？あ、お母さんどうしたの？大丈夫だけど、いや、いろいろ大丈夫ない現象は起きてるけど、この、メンタルエグいから大丈夫よ。さっき先生から電話があったのよ。美咲ちゃんが危ないって。先生？何先生って。先生って確か私が厄年の時にいろいろお世話になった占い師さんだよね。占い師さん先生。お母さんも大丈夫？別にその占い師さんを疑ってるわけじゃないんだけど、なんかあんまり深い関係にならない方がいいと思うけどな。それで、あんた隣に誰かいるの？隣？誰もいないはずだけど。でもさっき後ろにもいるって言われたし。でもあの少年、後ろのそれ何って言ってたけど、だいぶ後ろのそれ言ってたよな。え？見るな見るな、隣を見ちゃいかん。多分一気にダンって出てくるから。お、電気が切れそうだ。停電になった。お母さん怖いよって。絶対なんか映る。多めの手。ねえ、もしもし、もしもし、聞こえてる？多めの手があったよ、お母さん。今、変なものが見えて。お母さん、私。よく聞いて。よく聞こう。よく聞くは、こういう状況のお母さんの言葉はよく聞く。うるせえよみたいな。子供の頃の俺じゃない。うるせえなーみたいな。よく聞こう。今すぐ塩を探して、四角形になるように巻いて。今夜はそこから出ないで。森塩みたいな感じ？でもなんかさ、あれってさ、なんか紙、なんかの紙の上にさ、持って、玄関のところに置くとかさ、そういうのやるって言わなかったっけ？あと巻くのもいいって言うよね、塩。四角形になるように巻いて。はいはいはい。先生から聞いたの。結界の作り方。何？先生、結界師なの？結界師やってるってこと？サンデーで連載してたってこと？そんなに強くないけど、朝までぐらいは時間稼げるだろって。朝まで時間を稼ぐ。え、朝まで俺一人ってこと？そんな。辛いよね。怖いよね。ごめんね。本当にごめん。あんま言わないでお母さん、そういうこと。そういうこと言えば言うほどこっちもさ、あ、やばい状況なんだって認識しちゃうから。お母さんも今から帰って。明け方にはそっちに着くから。一緒にお祓いに行こう。ね。明け方かー。持つかなー。でもね、この美咲ちゃん、まあ、隣にね、隣に誰かいるのって、まあ、隣にはいないけど、心の中にキヨっていうずっと喋ってるやつがいるから大丈夫かもな。わかった。気をしっかり持つのよ。うん。ガチャ。暗くなった。塩。塩探さなきゃ。確かに、今日何も食ってないからさ、さすがに塩分少し取った方がいいって言うから、塩一舐めしといた方がいいんじゃない？塩ってどこにあんの？うわ、昔のテレビ、ブラウン管だね。ちょっと色が悪くなったら右上の方をポンって叩いたら戻るみたいな、そのタイプのテレビだ。で、中身もこれ、下の棚も VHS なんだろうな、きっと。どこに行きゃいいのかわかんない。塩って待て待て、だいたい塩がある場所。だいたい、キッチンにあるよな、塩って。だいたいキッチンに塩ない？この棚とかにないのか？わ、おしゃれな皿とかあんだろうな。1,2,3,4,5,6。もともと6人家族、大家族なのかな？特になし。開けれないのか、これって。冷蔵庫にはさすがにないか。キッチンとかにも塩ないの。お、来たよ！これなんじゃない？引き出しを開けろ、はい。お、来た！食卓の塩、取ると。なんでもいいのかな、塩って。部屋に戻ろ。部屋に戻ろ。お前なんでそんな淡々としてんの？ここは？なんか映ってたらなーよかったんだけどね。誰か覗いてるみたいな。誰か覗いてたらヒーってなるもんな、絶対。この主人公ちゃんを驚かせてほしいわ。なんか影見えない。なにこれ？あー、塩か。しょうもな。しょうもね。なんかいねえかなー。ねえ。なんか見てんだけど。いる！なんかいた！いた！求めた途端いた！なんかいた！ねえ！今いたよね？なんかダースボールみたいなやついたよね？サマーウォーズじゃねえや、スターウォーズに出てきそうな。
洗面所は用はねえんだ。いたよな、もっともっと来い、もっと来い、全員集合してくんねえか。こっちは外には大体求めるよ。俺はなんかいねえ、えぐいの出てきてくんねえかな。なんでトイレなんも起きないの。起きそうで起きないっていうホラー演出ってことか。うまいな。これで開けて、なかなか部屋に戻らない主人公。じゃあこれも開けて、一応もう一回言っとくか。守ってください、お願いします。で、階段、絶対階段登る途中なんか起きる、絶対階段に登る途中なんか起きる。電気つけろよお前。来るぞ、これ階段登って左見たらいるぞ多分。いない、わざと怖がらせてる。俺が視聴者をわざと怖がらせるっていう、ただ単に嫌がらせ用はないか。一応塩を撒きながら歩け、塩を撒きながら歩くんだ。ここにも用はない。さて、自分の部屋なんだね、ここが。何か起きるんじゃないかい。何をするんだ俺は。窓から覗くぞ、誰も見てないか。よし、何をするんだろう。とりあえずボクシングごっこするか。何をするんだ俺は。何、塩をどこに、だいたい四隅ぐらいに撒くよね、塩って。なんか俺してないのか。でも部屋に戻るっつってたよね。ここでもない。塩を何すんの。お、来た来た、びっくりした。これに一番びっくりしたわ。塩をずっと探してるっていう現象に今これが出てきたのに一番びっくりしたわ。塩を撒く、はい。あれ、なんかあ、そうなの、あ、そんな感じなの。なんか思ってるのと違ったかも。思ってるのと違った。あ、そんな感じなんだね。そうなんだ、まあ、結界作るみたいなこと言ってたもんね。あ、そんな感じなんだ。あ、そっか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 、なんか思ってるのと違ったわ。布みたいな塩だね。これでいいのかい。これでとりあえずその塩の中に入っとき、入っとき、結界の中に入っとき。これで押され、絶対この主人公の美咲ちゃん思ってるよね。これ合ってるって、なんか違くないって絶対なってるよね。スマホで調べた方がいいんじゃないの。しゃがんだな、しゃがんでるね今。どんどん言ってる。開けられるのか。手が今いっぱい、オールスター出てきた。今までの全員の手が開いちゃった。押されるぞ、絶対来る、階段登ってくるぞ。電気が内方向消えかけてる、手前も真ん中も消えかけて、来る来る、登ってきてる。時間としてはあと15秒。ただ窓から逃げるわけにもいかない。ギギギってきてる。塩一応舐めとけ、で両手にも持っとけ、投げれるように。来た、でっか、腕でっか、腕でっかマンが来た。そこ、予想外の場面だったな。予想外のシーンだったね今の。奥からブワーって高速で来るかと思ったら、すでに上から見られてたんだ。私は部屋で気を失っていたそうです。そりゃ失うわ。あんな窓から手がボンって来て、勝手にドア開いて、階段から巨大な手来て、ああもうダメかもって思って上見た瞬間もう襲われそうなんだもん。そりゃ気失うわ。次に目が覚めた時には母の運転する車の、あ、大丈夫だったんだ。母の運転する車の後部座席でした。その時の母の声は今でもよく覚えています。もう大丈夫だからね。お祓いのため先生の家に到着した頃にはもう日が昇っていました。あ、大丈夫そうや、ほんまによかった。きっとご先祖様とその子が守ってくれたんやね。ご先祖様守って、その子って誰。翌日私は母からあの神社で行方不明になった少年、少年、幽霊だったんだねやっぱり。あ、その子って少年のこと。飛行機を取ってあげたから守ってくれたの。あの神社で行方不明になった少年の話を聞きました。その事件の後誰も入れないように参道は封鎖されていたそうです。私はあれ以来公園には近づいていません。近づくな。もあの日私が見たものは一体何だったのでしょう。終わり。
サンキューフォープレイン、こちらこそありがとうございます。絶妙だった。なんかバンバンバーンってびっくりホラー系じゃない怖がらせ方、絶妙だったね。来んのか来んのか来ないっていうのと、田舎の怖さをてか田舎リアルに再現できてて面白かったわ。制作者さんありがとうございました。ものすごく楽しませていただきました。トーク止まんなかったわ。皆さんもね、公園には気をつけてくださいね。最後にじゃあ私が帰省した時にあった怖い話をしましょう。嘘です、ありません。